目まぐるしく着順が変わりますね。本当ですね。本当ですね。何がどうなってたのか。清水さんのすごい跳ね丸からね、あったんですけどね。そうですね。そうですね。その後、池澤の浦さんもありましたけど、ね、そうですね。いろんなドラマチックな展開はあったんですが。すごい衝撃映像満載でしたね。いや、本当にもう楽しい、普通に見てて。うん、そうですね。持ち味がいっぱい出てるからね。みんなのいいところが出てるので。ドラドラになって。うわ、何も泣けるし、仕掛けるかチートイズにするか、どこがねタイミング見たいですよね。そうですね、うん、例えばパーピンとかからポン打てるかってことですよね。ドラとかなんからは泣きやすいけど、そうですね、はい、ペンはねちょっとね、うん、泣かないかもしれないですけど、うわ、チートイズさんです。はあ、そうですか。いや、これはなんか決め手になりそうな、ひょっとしたら曲になるかもしれません。そうですね、清水さん、2,3点、調子いい時って、泣こうか迷ってるうちに、なんかチートイツが出来上がったりあんこになったりとか。そうですね。本当にいい展開ですね。これはキプロもリーチに行きますよね、きっと。そうですね。ラジハイタンキナリ、あ、でも泣いた。泣くのも全然あるですよ。トイトイですからね。あはー、1枚目から攻撃的ですね。そうですね。ですよね。あ、清水さん一通見なかった。あれ珍しい。そうですね。9万残してる奥と。うん。一通も。うわ。うわ。天才がいた。本当に。これでも最後はといといドラマチの展開になることもあるんですよね。そうですね。ウーピンとスーソの町とかになりそうですけどね。そうですね、もう出やすいとかそんなの関係ないですか。ウーピンもスースも山々なんでね、どっちもね。ね、全部山じゃないですか、ペイも。6枚山にいるってことですね。6枚山にいるんですよね。トイトイやってて6枚山にいるってすごいですよね。すごいですね、はい。いや、これは A 持ってきてもまとまる人はいないですね、ペイはね。うん。石井プロもちょっとチートイツイーシャンテになりました。うわ、簡単だ。ただこれトイトイじゃなくてもペイは止まんないですよね。そうですか。うわ、清水さん上がり逃し。うわ。パンチーソのテンパイだったらね。そうですね。テンパイ外したんですよね。さあこれどうなるか、ペイですよ。ペイはもうなんだったアキさん、スーソ積もるんじゃないか。あ、それもありますね。そっちですか。スーソだって山々ですからね。はい、そうですよね。山々か。また石井プロもね、タンヤモのチートイツで目いっぱいなんで。そうですね、ちょっと厳しいですよね。厳しいですね。安牌は、まあ結構いっぱいあるんですけど、あ、でも現物のウーマンも切らなかったですね。これはアキプロに警戒して、ウーマン打たなかったですね。これ以上親の連チャンをされて失点したくないっていうところですかね。あと山一になっちゃいましたね、ウッパソ。あら、うわー、厳しい。うわー、きつい。パソがなくなったんですよね。ウース1枚だけ。うわー、厳しいな。やばい、4対1ですか。4対1、しかもペイですかね、片割れは。清水さんがスーソ打っちゃうこともありますしね。そうですよね。アキさんは負けなしなんでね。はい、はい、もう何でも切りますよね。リーチしてるみたいに切ってましたね、今ね。そうですね。まあ、清水にとっては本当に厳しい展開。状況としては二階堂圧倒的有利。ドラの方です。予言的中。一気にトップですか、アキさん。いやー、すごい。ここで4000オールです。4曲連続上がりですか。あ、1回だけ。そうなんですよ。1回目が流局で、そこの
粘って粘った親番をそうですね、ここまで